おっと、すでに発表する前から出てきちゃった。さあさあ、今準備をしております。そうです、まず1射目、ヨーヨーチャムです。さあ、準備できたい。スポンサーステージ開始いたします。さあ、どうでしょう。ホールの方、皆さん集合をよろしくお願いします。ホールの方に皆さんお集まりください。ただいまよりスポンサーステージ開始いたします。あの辺でコースが変わってるって言ってずっと見てません。一回します。処理が終わって片付けようとか、それか携帯とかを充電しっぱなしにしてる。さあ、いよいよジャム皆さん準備はよろしいでしょうか。さあさあさあ、本当にいい時間になりましたのでね、これで始めていきましょうか。始めていきたいと思います。今日最後のスポンサー政治をもう置いてますね。まずヨーヨージャムさんがなります。はい、もう勝利ジャムメンバーの皆さんたくさん集まっておりますので、準備はできてますか？ OK、 それではいきましょうか。スポンサー政治スタート。スタート。トップバッターは、はい、ヨーヨージャム様です。お願いします。あげて、はい、ありがとうございます。ヨーヨージャムです。皆さんよろしくお願いします。その皆さん結構大きめでも大丈夫です。皆さん音とか大丈夫ですか？聞こえてます？あと音と僕の声両方聞こえる方ちょっと手を挙げてください。ありがとうございます。マッチョウチです。ありがとうございます。さあ、ヨーヨージャムなんですけど、今回スポンサーステージなんですけど、今回の JN ではいろんな新商品も目白押しです。各社さんね、すごい商品あるんですけども、我々も負けてません。まずはソラ君の持ってるサージ、新型のプラスチック生地です。ちょっとやってもらいましょう。さあ、クエスト、そうですね、こちらの方なんですけども、形状が内部物に近いようなプラスチック生地になってます。さあ、クラシックでもかなり皆さんの予想を上回る性能プラスチック機種見せてくれたと思います。おお、さあ、プラスチックですけどこんなに回っちゃいます。さあ、ホリゾンタルも全然いけちゃうヨーヨーです。キャッチは OK。 ありがとうございます。拍手お願いします。さあ、今回ご紹介が起こりました。今やってくれたのが新メンバーですね。チームヨーヨージャムジャパン、石川そらです。皆さん OK なし。ありがとうございます。さあ、そして今回ちょっとね、短いあれですけど司会みたいなことさせていただきます。チームヨーヨージャムジャパンの一応リーダーやらせていただいてます、岩木レイと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、今回はね、まあ、それからフェノムのちょっと変わったコーティングのものですとか、レクストリームの今回キャップがカーボン仕様になったもの、多分今回 JN で初披露です。ぜひね、上の分版でご確認いただければと思います。さあ、それではですね、僕がちょっと喋ってても皆さん、いまして、ね、ジャム、今回メンバージャパンがほとんどフルで来てます。今日特別にこの JN だけのスペシャルショーケースに皆さんにお見せしたいんですけど、皆さん盛り上がっていただけますでしょうか？ありがとうございます。さあ、それではソラ君、準備の方はお願いします。じゃあ、スタート。はい、ありがとう。さあ、それでは行きましょう。ちょっと動かせていただきます。さあ、皆さん、どん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 メンバー出てくるんで、皆さんの盛り上げでメンバー勇気づけてください。さあ、それでは行ってみましょう。2曲目お願いします。さあ、それではまずは行ってみましょう。ソラファイティング。さあ、使用要領はネクストレベル、独自にラベラキャップを改造したキャップをつけて重量バランスを調整しています。さあ、すごいディレクションチェンジの応酬。さあ、それではホリゾンタルもいけちゃいます。さあ、皆さん拍手お願いします。ありがとうございます。さあ、おそらく非常にね、この駆動期間が長いファイベルをやってくれてます。さあ、性能の高さ見ていただいてるんじゃないでしょうか。おっと、さあ、皆さんよく見てください。すごい、皆さん拍手お願いします。キャッチは、よいしょ、ソラです。イエー。さあ、どん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 出ていきましょう。次のメンバー、
新メンバー W 大沼俊明さあ使用要領はアンディ指導さあ今回の今日の予選でも素晴らしいフリースタイル見せてくれましたアンディ指導はやはりねスイープが非常に長いのが特徴ですこういった掛けでも流行しながら右手の要領をずっと回っていることが非常に重要ですさあカメラップコンボ上に上げてさあどん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 続いていきますまだいけるさあ非常に複雑な大野選手のトリックにも注目くださいさあおおイエーイ大野俊明ありがとうございますさあ続いてお呼びしましょう新メンバー僕のアクランティスです西谷花木春さあ春は使ってるネクストリームですさあ今回の 2.0 を使ってもらってますギャップ調整、それから耐久性の問題を完全に解消したレクストリーム2さあ、おっと非常にね、展開の後にやってくれてますさあ、それで、よいしょさあ、体の原因も完全に対応そして、さあと、おにまちゃん、こちらの方に並んでもらえますか出てきたメンバーは、こちらの方に並んでくださいさあ、OK かな、春さあ、まだまだいけましょうリジェネレーションもう一回やろうかさあ、今回ね、バウンズ、やはりオフステージも重要ですありがとうございますさあそしてこの人ワンエでもめちゃくちゃすごいです松浦武使用用はクエストさあ曲がちょうどいい感じに変わりましたさあクエストでもかなり独特なフレースタイルやっていただいておりますさあ今回トップ4にももちろん対応してるんですがこの回転軸の長さが特徴ですさあ出ましたトップオンこんなこともできちゃうんです首に巻いてさらにトップオンそしてカール首の後ろを取ってラストもちろん戻ってきちゃうんですアクションお願いしますそしてオールスクールが荒牧潤さあそれではやってまいりましょうさあトリプル A が先駆的な存在です使用要領はナイトムーズ6さあ今回ねバイメタルということでメタルを2つ合わせたような形状をしていますかなりの長時間のスリープ可能ですさあトリプル A でも多く数をこなしていける機種かと思いますさあそれは何とかもう一回見ましょうもう一回いこうかよいしょよいしょトラフィーズが判定でトラフィーズ拍手お願いしますあるですさあ続いて世界チャンピオンをお願いしましょう高速プレイヤーにも全然ついてくるアンリッシュとそしてサンセットダイレクトリーの後継機種ですさあ本当にすごいキレがあるものは展開されてもらって皆さん拍手お願いしますラストキャッチしてもらって OK ですかよしそしてジャパニーザーそして使用要領はエクストリーム2です現実になりましたかというのを安定の安定パフォーマンスを見ておりますこのカラーもあの浜口の時に自宅ですけどもあのブルーが出てたんでぜひカラーをクリアしていただければと思いますこの大会でも非常にエクストリームに使っている、ね、あの方が多いので非常にあの上級者の方はじめ初心者の方も機会で始めていきたいかなというのは非常に思いますのでこの演技を見て使いたいと思うのもたくさんいると思いますのでぜひもちろんラストはこの人に締めてもらいましょう松浦武史ファイデイヨヨヨはエンナイスター
本当に世界でも彼しかできない技が炸裂してます。ビースティング、さらに戻してビースティング、そして戻ってくる。何だったかわからない。さあ今回の予選でも興味がかなりのビースティングスタートしました。さあ AI です。15番スが非常に大事とも、フィンドルのファイブ、そしてワンエイ両方とも対応できる技術となっております。すごいことになってます。イエーザスクリュー、そしてさらに回ってます。さあホリゾンタルからのディレクションチェンジ、キャッチ、ありがとうございます。さあちょっとみんな前に出ようか。以上で私たちの、全てのね、リードしたと思います。皆さん、ヨーヨージャムのプレイヤー、こんなに皆さん素晴らしいねプレイヤー揃ってます。ぜひ今後ともですね、ヨーヨージャムの皆さんにいろんなヨーヨージャムのヨーヨーで驚き感動を与えていきたいと思います。明日もし決勝で皆さんこのジャムのメンバー見ていただけましたら、ステージ中の瞬間もしよろしかったら大きな拍手応援の方よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。以上でヨーヨージャムスポンサーステージ終了となります。ありがとうございました。皆さんでした。ありがとうございました。改めて大きな拍手をお願いいたします。さあさあ、スポンサーステージサードもう一組ございます。